今シーズンから、モンテディオ山形の監督を務めさせていただきます石丸清太です。よろしくお願いします。チームが、積み上げてきたものをしっかり大切にしながら、さらにそこを前進させて攻守ともに、アグレッシブに戦い、躍動感あるサッカーを展開していきたいと。前にもしっかり、テクニックがある選手がいたりとか、バランスがいいチームだなっていうふうには昔から、印象的にはあります。まあ、僕のイメージ的に好印象なチームだったんで、まあ、すごい率直にオファーもらった時は、まあ、僕もチャレンジしたいという気持ちも、自分のステップアップとチームのステップアップが、まあ、重なったっていうところで、まあ、すごいやりがいを今は感じてます。雪深く、寒い、ちょっと、まあ去年までいた松本に若干近いっていうか、まあ、雪は降らないですけど、で、まあ、人が温かいっていう印象です。クローズが一番大事になるっていうようなポイントを教えてください。失点数もかなり減らしていくと昇格ラインは上がるのはもうそれは間違いないと思うんで、まあ、カウンターだけじゃなくてしっかり崩しきる力も必要やし、その逆にカウンターも必要やっていうところはチーム的にはそのやっていかないと、次、上位にもいけないと思うし、上がった時にかなりしんどい。ゴールを目指すっていう姿勢は、みんなには選手たちには求めていきたいというふうに思います。全力で、取り組んでいきたいと思いますので、ぜひ応援の方よろしくお願いいたします。